腹ペコアザラシと申します。信長の野望神聖、難易度は上級、シナリオは尾張統一、選択大名は長宗我部。第12回を始めさせていただきます。前回は合戦にて威風を発動し、島津の赤田城付近の軍を寝返らせたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。勝利を避ける、世に示せ。さてさて、これで赤田城付近の、まさか、よしよしよし、赤田城付近の軍がこうしてくれましたね。そしたらこちらの全軍、この1万ちょっと何やってるの、僕は一体何をやってんだ。よし、この1万の軍勢で岩尾城行ってみよう。我らで城を奪いに参る。いや、しましょう、ここまでかな。戻りましょう、赤田城、岡城まで。で、西園寺隊が騎乗ですね。強行するか。強行して赤田城をなんとか早めに落としましょう。ん？合戦が可能？合戦が可能って出てますね。2部隊6300やっていきましょう。新野さん、はい、全部隊撃破。いよいよ2700で6300の兵、成果ですね。いいですね。縛り上げなさい、投与しましょう。あ、ダメ。そしたら解放だな。仲間になってくれる可能性ありますからね。で、あと99なので強行ですね。この城は、よし、赤田城制圧、全員投与しましょう。ああ、ダメか。では全部解放ですね。そしたら赤田城にも城主を入れときましょう。村上さん、お願いします。西園寺さんは騎乗を、直ちに城へ戻る。あと他の方々は一万田さんに攻撃だな。敵を退けるぞ。西園寺さんだけ騎乗だけじゃないや、高速壁も騎乗だ、はい、城へ戻ります。で、総輪隊も騎乗、こちらも全選択一万田さん。敵を攻め立て。ただしキラさんはちょっとさすがに騎乗ですね。土井さんも騎乗だな。城へと引き返せ。では進めていきましょう。ん、合戦可能、やっていきましょう。2部隊5400で8部隊23000、もちろんやっていきましょう。さあ、岩戸の戦いです。で、大勝利と。よし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 、全部隊撃破。5098のダメージ、こちらは1343の減少兵力ということで、戦後の兵力2万、いい戦いでしたね。あとはこの5000を倒したいな。何事か起きたのか。敵を叩くぞ。相良隊に向かっていきたいとこですね。ここ騎乗しましょう。騎乗するぞ。ご命令とは。騎乗です。よろしいです。
米問屋がフライ館で完成と。フライ館連兵場で建ててると、ちょっと浄化方針しとかないとまずいですね。いいよいいよ、いいんじゃない、バランス取れてるよ。よし、合戦できる、やっていきましょう。4部隊1万1000で5部隊1部隊の5000やっていきましょう。よし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 、あんまりダメージ受けてないんじゃないかな、300ぐらいかな、そりゃないか、1200か、結構ダメージ受けたな。そしたらちょっと全選択騎乗ですね、一旦帰りましょう。で土持ちさんは岩王城に向かいましょう。奪ってくれる、岩王城、城攻めに行きます。ちょっと断続的に岩王城に向かってね、進軍していきましょう。他に出せるのはコウノモリさん戻ってますね。岩王城に対して2000の兵で130日出してもらいましょう。で中村御所コスカベ戻ってますね、160日3000岩尾城に向かわせましょう。城を攻めます。で忽那さんは今戻してる最中だよな。周防高森あ、城主がいない、死んだのか、そうか。そしたら浮田直家さん、いや岡さんにしよう。感謝いたす。で岡さんが赴任したら出撃しましょう。さーてこれでいけるか、なんとか島津を押し返さなきゃいけないからね。毛利が動いてくる、北九州に動いてくれればいいんだけど。戦となる、無人を始める、考えすぎる岡城。考えすぎる、成し遂げてみせますぞ。あと米問屋も建てたいとこですね。岡城からもう出しちゃうか、岩尾城に向けて。城攻めですか。土井さん一旦撤退ですね。よろしいですか。交渉に移って仲介できないよね。島津と仲介ができたらやりたかったんだけどな。土持ち隊はここだな。潰してくれよ。敵部隊と戦いましょう。で臼杵ここに出していきましょう。行くぞ、足を動かせ。ここの命令を下され、敵を撃退するぞ。岩尾城ですね。いやダメだ、攻め潰してくれよ。礼よ、声を上げよ。いやすごい軍勢だな。相手もでもギリギリの兵力で戦ってるな。毛利が動けばまだ変わるんだよ、なんで毛利動かないんだよ。で湯月城を出しましょう。何事が起きたのか。岩尾城まで進軍です。城攻めと行くぞ。でこちら出していきましょう。河野さん、城を奪うぞ。行きましょう。で忽那さんも戻ってるでしょ。よし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 。で岩王城に向かって進軍です。
秋城福留さんも戻ってるでしょ。いやーダメだな、秋城はちょっと兵糧たまるのを待とう。元山城は吉良さん戻ってる。岩尾城に向かって城を落としてみせる。111日分これでいきましょう。1059か。川之江城は少し兵力を蓄えないといけないな。で桜尾城、土井さん出していきましょう。岩尾城に向かって進軍です。で周防高森、ご命令を。岩尾城に向かって進軍です。攻めます。岡山城も多分そうだよね、治療がちゃんとできてないんだよね。領主の中で立原さんにお任せしましょう。さてさて、今現在島津と大規模な戦闘をしているが64,000、父の敵として恨んでいるっていう状態。あーそっか、切るの失敗したかな。ちょっと切るの失敗したかもしれないですね。で長宗壁が97,000なので、もはや兵力でやっぱ島津よりもうちの方が上ですね。で毛利も45,000ということで、まあ、停戦あと17日ありますからね。攻められたらまたすぐに三好バリアでも信長バリアでも張ればいいですね。さてさて、でまた海を渡ってガシガシ兵を送り込むと。これにあり。いやーどん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 岩尾城に向けて。あら、コロモリさんがやられちゃったか。よろしいですか。制圧中で。どうかご命令を。倒しに行きましょう。海藻部隊ですね。まあそれは毛利家来るよね。ここなんて毛利家もうよだれを垂らすぐらいのチャンスだもんね。で織田家仲介で織田バリア発動です。それで構わん。それでよし。それでよしって何のためにやってんだよ。じゃあで外交親善で織田家とまたさらに親善を深めていきましょう。受けたまわりました。で表情制作、制度改新はマックスまでやったでしょう。裁量権、いやこれだとマイナスまで落ちちゃうな。楽一楽座やっても常備兵、連兵上の兵力上限がプラス300、これはなかなか魅力的ではありますね。考え水路、あんまりマイナスが大きくなっちゃうのはまずいな。星病楼プラスは大きいな。ちょっとこっちやってこう。よかろうと。よし、合戦可能。やっていきましょう。ああ12部隊9900と6部隊18649、これはどうだ。ちょっと待てよ、もう少し様子見よう。一旦セーブさせてください。で合戦今だと7部隊2万と5部隊5300、やっていきましょう。これは楽勝ですね。いやーまあ有利な状態にね持ってって戦うのは当然のことですね。ただ269か、弱い部隊もいるな。では布陣変更でこちらの部隊元近と変えていきましょう。とりあえずこれでいいでしょう。はい、開戦。いざ、マザーズをこの戦場に示さん。お指図。これでいいですね。要所を手に入れる。このマップであればかの要所を制す。
心要衝を制止すれば、そうですね、高台から居下ろせますからね。はい、一番槍。一旦引かせましょう。ここまで行くか。ここまで行こう。このまま多分まっすぐ来るはずだからな、ヨシヒロは。はい、制圧はいいよ、別に。はい、撤退からの壊滅で制圧と。勝機をつかむぞ。いや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 、勝機をつかむぞって、小さい軍勢の君たちが動いちゃダメだって。はい、高速壁で回送。ここまで行きましょう。皆の者、いいんじゃない、うまく引き込んでるよ、ヨシヒロは。よし、後ろからヨシヒロのことを攻撃果たしていきましょう。敵を叩くぞ。いいんじゃない。敵を攻撃する。はい、攻撃発生。いいですね、これでヨシヒロは大丈夫と。あー、1対1か。タイマー勝負はしたくないな。戻りましょう。で、元地下ここまで行きましょう。高速壁は拠点まで戻りましょう。いっそのことここまで戻ろう。いいよ。何事が起きたのか。うん、そしたらここで待機ですね。果たしてこっちに来る。うーん、ただよし、いいよ。勝機を見出す時、今こそ勝機です。いいからいいから、そんなところ取らなくて。よし、これで強撃決めていきましょう。いかがしましょう。で、こちら強撃、ヨシヒロさすがにいくら強くても相手になってないですね。よし、強撃の形になりました。日の脇さん、これで終わりですね。はい、撤退からの壊滅。はい、壊滅。で、畠山さんは高台の要衝をもらいましょう。元地下は後ろ通っていこう。いやー、でもさすがに吉野強いな。はい、動くべき時は今ぞ。うん、そうだす、そうですね。安地下でちょっと援護していきましょう。この劣勢いかにせぬ。鬼は怖いって。鬼は怖いと呼ばれし知りよけ。今出す必要ないでしょ、鬼箱。よし、撤退。いや、こっちも撤退間際だったよ。それは少々で制圧。敵を叩くぞ。このまま押し切れましょう。海藻軍撃つのはいいけど、一旦高台まで戻ってくれ。ここまで行こう。何事か起きて、一旦高台まで戻ろう。はい、ヨシヒロ壊滅で、はい、安地下でここまで行きましょう。行くべき時は今ぞ。で、この2体は頑張りました。ここで休みましょう。分かりました。我が先方にて崩れるがいい。うーん、混乱かかったのはきついな。一方的にダメージ食らうからな。まだ混乱状態か。
りました。何事が起きたのか。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。で、安近が向かうので、いかがしましょう。撤退ですね。いかがしましょう。海藻雲このままやっちゃうか。敵を攻撃する。敵は見逃さない。我が先方、今こそ受けるがいい。はい、敵態度を閉ざしてくれる。動くべき時は今。こちらで海藻雲攻撃をしていきましょう。これで終わりですね。なんかあんまりスマートに戦えなかったな今回は。まあいつもスマートに戦えてるかって言ったらまたそれは別の話ですけど。まあ勝ったのでよしとはしましょう。でこれでイフが発生すると、よし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 。さようなことが。お、ついに毛利が動いたか。毛利動いたっぽいですね。これはいいよ。島津の方に行ってるね。うちは構わず行きましょう。こちら騎乗です。まあ騎乗ももう間に合わないけどね。で河野さんもちょっと騎乗しよう。で畠山さんもご命令をくだされ。もうちょっと兵力がついたら、ここら辺の兵力がついたらだな。では進めていきましょう。いかがだったでしょうか。岩尾城をめぐる島津家との死闘、激闘ですね。いやー、なんとか合戦に勝利し、一瞬ねセーブする前にまあイフ強が発生する合戦ができたんで、本来だったらあそこでちょっとね戦闘を仕掛けたかった。だけど仮にね敗北した時のことを考えて、とりあえずセーブだけは取っておきたいなと思ってたんですけれども、残念、イフ強発生する合戦は出すことはできませんでした。しかし着実に岩尾城陥落へと近づいております。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。